ある日本人歌手として最優秀海外特別アーティストを受賞。日本人アーティストがこの賞に輝くのは倉木さんが初めてです。デビューアルバムのセールスは400万枚以上を記録し、これまで数々のヒット曲を生み出してきた倉木さん。その知名度の高さはアジア各国にも知られ、中国版のブログのフォロワー数は500万人を超え、日本人アーティストの1位を獲得。今年は中国で初のツアーを行い大成功を収めた倉木さん。今回の快挙について、この賞をいただけたのも西村のはじめスタッフの皆さん、そしてマイケーチームの皆さん、そして支えてくださるアジアのファンの皆さんのおかげです。本当にどうもありがとうございます。